皆さんどうもこんにちは。花粉症が本格的に来ているうぷ主のみーです。ブエイクッション。この時期のお散歩は地獄、霊夢です。眠くならない薬が欲しい、マリサだぜ。ということで本日も、スキャーリーティーチャーを実況していきたいと思います。前回はサンタを誘拐しようとしてたよな。今回は何を誘拐するのかしら？毎回するわけじゃねえだろ。それでは本日も元気に行ってみましょう。だからミステイ。は彼女がクリスマスを壊すことができると思いますか？彼女が決して忘れない雪だるまを作ってください。今回は雪だるま作りをするみたいです。雪だるまか、まあただの雪だるまじゃないだろうけどな。恐怖の雪だるま作りといこうじゃない。雪だるま作ろう。コロコロコロ。これはなかなかの出来だぞ。なんだい、人んちの庭で騒がしいね。おいこらガキども、ここは私の庭だぞ。帰れ帰れ。まあ確かにそうだな。うわぁ、出たぞ鬼ババア。逃げろ逃げろ。これもティーちゃんの鬼のような指導の腹いせでしょう。子供たちがティーちゃんに相当怒り狂っている証拠が雪だるまです。かわいいな。それではティーちゃんに見つからないように探索していきましょう。さっき作ってた雪だるま、頭だけ壊されてたわね。ってことは頭をまた作るのが今回の目的っぽいね。あ、雪だるまの頭に使えそうな鉄球があったわよ。どんなアイディアだよ。鉄球を雪だるまの頭ねー。形は丸いし問題ないだろうが、重さは大丈夫なのか？まあ胴体部分しっかりしてそうだし大丈夫っしょ。ほんと適当で心配。なんか今回倉庫内のアイテムが多い気がするね。ティーちゃん掃除して適当に放り込んだのかもね。よし、次は2階から探索していくぞ。まったくあのガキども、教育し直してやらないとね。今じゃこういう鬼のような先生っていないのかな？そりゃ年々厳しくなってきてるから昔ほどいないだろ。私の時でも恐ろしい先生いっぱいいたな。強制丸坊主とかタイヤ式200周とか？そこまでじゃないけどね。それじゃあ作業部屋を確認してみるぜ。ないなぁ、最近いいもの落ちてない。君の悪い石像しかないわよこの部屋。残念だが収穫はなしだな。何かを求め、とりあえず探索してみましょう。お金か希望でも落ちてないかしらねー。落ちてるかよ。ぱっと見目新しいものはないかなぁ。拷問部屋にも面白そうなものなかったわね。面白そうなもの？めげずに次は1階を探索しましょう。え、何これ？人参じゃないか？何か掘り起こすものがないと取れないみたい。人参なんて掘り起こしてどうする？ああ、花だわ、花。ああ、雪だるまの花ね。そんな細かい顔のパーツまで凝ることないだろうに。作るからにはちゃんとした雪だるまを作りたいってことね。私、ここまでちゃんとした雪だるま作ったことないな。いい機会じゃない、本格的な雪だるまを作りましょう。地下室には何かあるか？スコップでもあればよかったんだけどないねー。スコップならその辺に落ちててもいいと思うんだけどね。あのばあさん一箇所に置いておかないから探すのが大変だぜ。あれ？なんか立てかけられてない？きたー。スコップこんなところに落ちてたよ。まさかこんなのざらしにされてるとはな。これで人参を掘り起こすことができるわ。こうやってポンポンアイテムが見つかると気持ちいいんだけどねー。まあ毎回こううまくはいかないのがこのゲームだぜ。ティーちゃんに気づかれる前にサクッと抜いちゃうわよ。随分と真っ赤な人参だぜ。拾うと普通の人参になった。よし、雪だるまの花はこれで大丈夫ね。あとはこの鉄球をカモフラージュする何かが必要だぜ。さすがにこのまま設置したらもろバレだもんね。雪はないの、雪は。庭のどこにもないなぁ。あの子供たちどうやって作ったの？雪が溶けてなくなっちゃったんなら。雪っぽい何かで代用するしかないね。砂糖？小麦粉？おしろい？代用品結構あるじゃねえか。絶対1階のどこかに材料があるはず。雪だるまぶっ壊す。寝言まで恐ろしいぜ。たまにこのゲーム部屋にもアイテムが落ちているんだよね。ほんとにたまーに、だけど。ん？キッチンに何かあったぞ。お肉を焼く際はこちらをご利用ください。焼肉屋で言われるけど。トング？何に使うのかな？雪だるま作りにトングなんて使わないもんな。もしかしたら何か手じゃ触れないものがあるのかも。アイテムがいっぱいだからちょっと頭乗せてくるわ。お願いだから崩れないでねー。お、土台の硬さが心配だったが、これなら大丈夫そうだ。お、中央のテーブルに何かある。それにあの暖炉、いつもはついてないのに。怪しいな、何かあるんじゃないか？まずはこのスプレー缶。白いスプレーをかけるだけなんてすぐにバレそうだ。近くでじっくり見られなければ大丈夫。そうそう、ティーちゃんだったら気づかないって。おお、想像以上にすごい擬態してる。あとは目が足りないね。この暖炉がどうにも怪しいぜ。お、トングで炭がつかめたわよ。
最初は鉄球を熱してそれをテイちゃんに触らせるのかと思った。良い子はこんな大人になってはいけません。炭を雪だるまの目に見立ててこれで完成ね。顔パーツは完成したみたいだが、どうやらまだあるみたいだな。ほんとだ、テイちゃんに見つかる前に逃げろって出ないね。こういう時の強い味方といえば、ヒントからのコインでその場でゲットを。探す手間も省きやがった。スターはないけどコインなら大量に余ってるからね。帽子まで被らせて完成だったのね。豪華な鉄球だるまの完成です。よし、ミスティが来るまで隠れていよう。あのガキども、懲りずにまた作りやがったな。今度は跡形もなくぶっ壊してやろうじゃないか。すごい気迫よ。こわ、何通顔してんだ。ふん、ご丁寧に高い花までつけてもらって。お前には私の拳じきじきに殴ってくれるわ。勝ったー。なんだこれ雪じゃなくね。いってー。雪だるま相手に負けた。やったー、大成功。季節が一周回ってマリオは夏休みになったみたいです。はい。私が小学生の頃は夏休みに昆虫採集とかしなかったんだけど、もっと上の世代の人は昆虫採集してたのかな。そもそも昆虫を採集してどうするのよ。食べる、聞かなかったことにするぜ。こいつはうまそうな虫だ。こいつやべえな。やばいのは今に始まったことじゃないけどね。へっへ、虫ゲット。これカゴなん。石でできたカゴです。どう動くかな。次はもっと大きな虫を捕まえたいな。どこかに巨大な虫はいないかな。さっき下にいた花ちゃんだよね。急激に成長して出てきたのよ。冗談だろ。あ、お父ちゃん。なんか捕まった。お父ちゃんのんきだな。今度はもっと珍しい虫を捕まえるぞ。お、羽が生えてる毛虫は珍しい。その辺にいない？いるか。毛虫に羽が生えてたら嫌すぎるわね。飛んできたら回避のしようがないよ。やったー、羽毛虫ゲット。何ここ？ジュルリ。マジモンのやべえやつだわ。ふぅ、これくらい捕まえれば当分困らないだろ。閲覧注意レベルじゃねえか。あ、でもバーをくぐったら。おい、僕の努力が。食べられなくてよかったわね、花ちゃんたち。もう一回行くか。